右サイド空いてるぞ、竹内ボール止めるな、回せ。くそ、落ち着け、落ち着くんだみんな、ここが勝負の分かれ目。あ、まずい、中盤プレッシャーかけろ、当たれ、ディフェンス引くな、当たれ当たれ。くそ、監督まずいですよ、せっかく同点に追いついたのに後半に入ってからはずっと相手のペースに押されっぱなしだ。このままじゃ、監督俺を使ってください。レギュラーの連中に比べたらサッカーは下手かもしれません。でも高校生活最後のこの大会にかける思いだけは絶対に誰にも負けてません。必ず結果出してみせます。ユニフォームに着替えてきます。はい監督。いえ、何でもありません。そんなユニフォームを忘れたなんてそんなことは絶対にありません。はい、はい。あ、もしもし、お母さん。俺だけど。いや、詐欺じゃないよ、本物だよ。あのさ、俺のユニフォームどうしたの？カバンに入れて玄関に置いておくって言ってたじゃないか。なのに、中に入ってるのは電動ひげ剃りとか、あと折りたたみ傘とか、替えの下着とか。え？親父の出張カバンと間違えた？何やってんだよ、勘弁してくれよ。っていうかさ、親父の仕事って出張とかあんの？だってうち自営業じゃん、八百屋じゃん。え、いや困るよ、だって今更ユニフォームがないから試合出れませんなんて言えない。はい監督。あ、今戻ります。はい、何ですか監督。春樹ですか。あ、確かに今日はあんまり動きが良くないみたいですけど、交代ですか。俺とですか。いやいやいや、ちょっと待ってください。今日は本当にそんな感じじゃないんで、本当は、いや、はい、負けてません。気持ちでは絶対に負けてません。でも、気持ちだけじゃどうにもなんないことってあるよねって思うんですけど。いやいや、やる気はありますよ、やる気はあるんですけど、その、監督、あなたは鬼だ。誰よりもサッカーが好きで、誰よりも練習熱心で、チームのピンチを何度も救ってきたのは紛れもなく春樹ですよ。こんなところで交代させるなんて、最後まで、あいつに最後までやらせてあげてください。お願いします。よし、ナイス判断、頑張れ、頑張ってくれ、ハルキ。チームのために、そして何よりも俺のために。ハルキ、ハルキ。おい、どうしたんだよ、ハルキ、しっかりした、大丈夫か。捻挫してる、もうこれ以上のプレーは無理だ。となると、交代ですか。いやいや、監督、待ってください。ハルキの気持ちを尊重しましょうよ。なあ、ハルキ、お前だって最後まで戦いたいよな。え？あとはお前に頼んだって、お前。何言ってんだ、空気読めよ。お前の頑張りをずっと見てきたな。余計なもの見てんじゃねえよ、これやばい。ああ、待ってください。ちょっと待ってください。早まんないで。ああ、足が痛い。足が痛い。ハルキの捻挫が映ったんだよ。こんなことってあるんだな、実際。あ、ちょっと待ってください。はい、もしもし。なんだ、母さんか。うん、俺だよ、俺。だから詐欺じゃないって、そっちから電話していたんだろうがよ。どうしたユニフォーム持ってきた。今どこ。あ、競技場の入り口。分かった、すぐ取りに行くから、ちょっと待ってて。監督、俺、やります。そして、チームを救ってみせます。よっしゃ、このユニフォームさえればこっちのもんだ。待ってろよ、逆転ゴール決めて、絶対に全国大会行ってやる。審判、選手交代、八百屋のユニフォームだー。